はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。現状韓国ではですね、東京五輪を契機に日韓首脳会談が行われるのかどうか、そうした報道がよくされております。ただ旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題はすでに解決済みの問題でありまして、で日本としてはですね、韓国側による日韓請求権協定の遵守、2015年日韓合意の遵守が重要でありまして、ボールはすべて韓国側にありまして、韓国が日本に解決策を提示すべきとの姿勢を表明しております。ですので、こうした解決済みの問題に関しまして、日韓の首脳がですね、会談を開催するという性質の事柄ではないということだと思います。ただ一方、韓国としては東京五輪を契機に日韓首脳会談を開催したいとの思いは強いようです。そして韓国側は日韓首脳会談の議題内容として3つの事柄を挙げています。中央日報ですが、文大統領懸案3つのうち1つはテーブルに挙げてこそ五輪出席。韓国青瓦台が11日ムンジェイン大統領の東京オリンピック出席をめぐり、日本側に事実上の最後通帳を突きつけた。青瓦台行為関係者はこの日、中央日報との通話で、青瓦台の最終的立場は日本と解決しなければならない三大懸案のうち最低一つに対しては、誠意ある議論が行われてこそムン大統領の訪日を検討できるというものとした。青瓦台が提示した三大懸案は、慰安婦徴用工問題、核心部品に対する日本の輸出適正化措置、福島原発処理水放出問題などだ。この関係者はどれも1回の首脳会談では解決されにくい事案ということを知っているとしつつも、韓国の立場は日韓首脳が緊急懸案について少なくとも協議でも始めてこそ未来を図ることができるということと説明した。このように報道されております。ただですね、韓国側としても旧朝鮮半島出身労働者問題と慰安婦問題については日韓首脳会談ということで、協議してもですね、なかなか難しいと思っているという可能性があると思います。つまりですね、この両問題においてはまずですね、日韓請求権協定と2015年日韓合意で解決済みということがありますよね。でそうした状況にプラスして、現状韓国国内においてこの両問題においては正反対の判決が出ている状況というのがあります。朝日新聞デジタルですが、韓国のいわゆる元徴用工訴訟ですね、でソウル中央地裁が6月7日に原告の訴えを退けた判決は、日本企業に賠償を命じた2018年の大法院判決を否定し、司法判断が分かれたというふうに報道されております。また慰安婦判決についても、イ・ヨンスさんら20人が日本政府に総額30億ウォン、約2億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決が4月21日、ソウル中央地裁で言い渡された。地裁は原告の訴えを認めず、請求を退けた。同地裁では別の裁判官が1月8日に、日本政府に対して元慰安婦や遺族ら12人への賠償を命じる判決を出しており、判断が分かれた。このように報道されておりました。つまりですね、これら問題は日韓請求権協定と2015年の日韓合意で解決済みである上にですね、韓国国内においてその司法の判断が正反対にですね、分かれてしまっている状況であるということがあると思います。デイリー新潮ですが、慰安婦問題やいわゆる徴用工問題は今年になって下された原告側の請求却下判決や韓国にある日本政府資産差し押さえが未だに実行されていないことからも、これ以上日本側に何かを求めることは不可能だという考え方が韓国政府内で強くなっているという分析もあります。ですので韓国政府としても現時点でこれら問題に関しまして、日本と首脳同士がですね、会談交渉するというのは厳しいと思っている可能性があると思います。ではですね、福島原発処理水に関してはどうでしょうか。これはですね、 IAEA とアメリカ政府がすでに日本支持ということを表明しておりまして、また一方で韓国の主張はですね、国際的な広がりを見せていないことから、韓国としても厳しいと思っている可能性があると思います。またですね、日本政府が東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出方針を決定したことをめぐり、韓国政府が日本政府に新たな二国間協議の開催を打診し、
日本側が受け入れる方向で検討していることが5月15日分かったというふうに報道されておりまして、つまりですね、 IAEA が日本政府の決定を支持しており、しかも日本は韓国との二国間協議を受け入れるとしているという状況から、韓国側がこの問題に関しまして何か新たに交渉するというのは難しい状況であるというふうに見えます。でこうなりますと、韓国側として日本と交渉するということで、まあ、残された選択肢は輸出適正化措置ということになってくると思います。これを日本に撤回してもらいたいという、そうした思いはあるように見えます。これら問題、つまりは旧朝鮮半島出身労働者問題、慰安婦問題、福島処理水の問題ですねに関してはある程度にとどめ、2019年7月に日本が取った輸出適正化措置を撤回するよう求めることが予想されます。これはもし日韓首脳会談が開催されればということですね。様々な問題が隠れ蓑となり、輸出適正化措置の実態はあまり表沙汰になっていませんが、韓国政府にとって喉に刺さった小骨のように嫌な存在なのです。半導体の基板洗浄に使われるフッ化水素、同じく基板に塗る環光剤であるレジスト、そしてテレビやスマホの有機 EL ディスプレイなどに使うフッ化ポリイミドで、いずれも日本が高い世界シェアを誇る。サムスンや LG という韓国を代表する財閥企業もこれらなしには立ち行かず、輸出適正化措置が開始されて以降、韓国は日本に対し再三この措置の撤回を要求してきた。もっとも実際は正式な手順さえ踏めば今まで通り輸入できるのだが、あくまでもホワイト国、安全保障上の輸出管理において優遇される国という特別待遇にこだわり続けてきたのだ。日本が韓国をホワイト国から除外した理由には、1、中国向けにフッ化水素を再輸出していた許可の前提条件違反、2、不良品として返品輸出されたフッ化水素が行方不明になっている、3、その他大量の不正輸出事案が判明、4、過去の不正輸出問題や国連安保理北朝鮮制裁委報告書で南北共同連絡事務所に無届けで石油精製品を持ち込み注意喚起を受けていたことなどが挙げられる。これらの事案に対し、日本は韓国に対し何度も警告改善を求め、意見交換会の開催も要請してきたが、それを韓国は無視し続けてきたわけだ。国際ルールに抵触する問題を日本としても看過できなかったのだ、まあ、このように報道されております。ですので、いずれの問題に関しましてもですね、つまりは輸出適正化措置に関しましても、旧朝鮮半島出身労働者問題、慰安婦問題などにおいてもですね、まずは韓国側が国際的なルール、条約、協定、約束を遵守することが重要でありまして、このことに尽きると思います。ですので、こうした問題は日本に交渉してどうにかなるという性質とはちょっと違ってまして、つまりは韓国がちゃんと日韓請求権協定の遵守、2015年の日韓合意の遵守、輸出管理における国際的なルールを遵守するということが求められているということであると思います。日本政府としてはそうしたことを今後も韓国に毅然と求め続け、日本の立場ということを国際的に説明していく、そうしたことが重要だと思います。ありがとうございました。